腰尾八郎衛門、腰尾八郎衛門から1947年1月17日は、明治時代から昭和時代初期の政治家、銀行家、貴族院多額納税者議員、衆議院議員。全米は、検索。腰尾八郎衛門官蔵理職の長男として、相模国大従軍と田村に生まれる。1883年10月、家督を相続し全米を改め、 八郎衛門を襲名した。小笠原東洋に漢学を学ぶ。農業を営み、相川村収入役、同村長、神奈川県会議員、地方森林会議員、県農会副会長、長平参事委員、所得調査委員を歴任する。他、神奈川県農工銀行頭取産業組合中央会支部長を務めた。 1917年第13回衆議院議員総選挙で、神奈川県軍部から無所属で出馬して当選。当選後、新政会に所属した。ついで1920年第14回衆議院議員総選挙では、神奈川県第6区から立憲声優会所属で出馬して当選した。また、神奈川県多額納税者として、貴族院議員に御選され、 1925年9月29日から1932年9月28日まで在任した。ありがとうございます。